大平修造3月16日から1998年12月11日は日本の囲碁騎士。岐阜県出身、日本棋院所属、北に実る球団門下、球団、日本棋院選手権戦4連覇国旗など。棋風は、号腕で、ハンマーパンチ、竹輪の再来と称された。また、加藤正夫より前に、殺し屋と、あだなされた。純士。 小山海代三段は実施。小学校教師から専門騎士になった父、大平健次五段の指導により、9歳で囲碁を覚え、スパルタ教育を受ける。10歳の時、北に実る九段に岐阜で七個で指導碁を受け、翌1941年にも密子で対局したことで内弟子となり、平塚に移る。その後身体が弱いため一旦距離に戻るが、 1945年初めに平塚に戻り日本棋院の院生となる。空襲が頻繁になって岐阜に戻ってほどなく終戦。名古屋にある堺野草の手伝いをしながら、1947年に日本棋院東海本部で入団。同年2段。1949年に4段に上ってから東京本院の大手合に参加するが2段に格下げされ、 1951年に再度四4段となり、東京に定住する。1952年に青年騎士選手権戦準優勝。1953年に優勝、結婚、5段。この頃、加納義則、加田勝氏と共に戦後発信三馬ガラスと呼ばれる。1957年に首相敗争奪戦、準優勝。 九百五十八年に最高イリーグ戦に参加し、二勝五敗、一時5で陥落。九百六十年に八段、首相敗争奪戦優勝。九百六十三年九段。九百六十四、六十五年に日本棋院第一位決定戦で、坂田坂尾に連続挑戦。九百六十六年に日本棋院選手権戦で坂田坂尾に挑戦し、 三から一でダッシュ。以後、林美穂、山部敏郎、宮下秀弘を破って四連覇し、選手権男と呼ばれる。六十七年の林美穂との挑戦手合は、昭和生まれ同士による初めてのタイトル戦となった。連覇中、特に山部戦当時は、慢性中耳炎と痛風の痛みに苦しめながらの防衛だった。平を竹輪の再来と評したのは、 山部だが、この時には力だけでなく明るさも備わってきたと激賞した。1970年に石田義男にタイトルを奪われるが、1972年に石田に再挑戦してタイトル奪還。1964年第4期名人戦リーグ入りし、4勝3敗で残留、翌年も4勝4敗で連続3期在籍した。1967年の 第3回日清5人抜き勝ち抜け戦では、坂田坂尾が8人抜きの後で、大平が坂田に勝ったところで、帰戦終了となった。1977年早碁選手権戦優勝。1984、88年名人リーグ入り。1990年に、IBM 早碁オープン戦準優勝。1992年棋聖戦最高棋士、決定戦ベスト4。 攻めの強い気風で、太平に狙われた石は助からないと言われ、前田信明から、ハンマーパンチの呼び名も受けた。しかし当人は吉江を尊敬しており、守ってから攻める後、伸びて引く後で、取りに行く石はないと言っていた。1973年の日本議員選手権戦の五番勝負、第二局で、挑戦者、坂田坂尾の四十目もの大石を仕留めた後は有名。 また変を重視することも評された。1996年に大動脈瘤で手術し、4月から9月まで休場するが復帰。翌年にも動脈瘤手術で、再度4月から10月まで休場し再復帰。1998年に、心筋梗塞で死去。人柄の良さは、全人元気とも言われ、また昭和一桁生まれの世代の代表的騎士でもあった。趣味は、 映画、中日ドラゴンズ、吉川英治のファン。通算戦績は800勝456敗5時後。1から52手53から104手105から169手。太平は、トーナメントでは、岩本薫、三輪の吉雄、杉内正夫、藤沢放斎、決勝で大竹秀夫を破って、3度目の挑戦手合進出となった。六十四六十五年と、 日本棋院第一位決定戦で、坂田に挑戦し、いずれも敗れたものの、少しずつ手応えをつかんでおり、第一位決定戦の前戦で、相手が誰であれそう簡単には負けないという気がしていた、と語っている。一方坂田は、前年に、林美穂に名人を奪われたとはいえ、本因坊5連覇中、日本棋院選手権戦も7連覇の後に連覇中で、以前機会の第一人者であった。 挑戦手合五番勝負の第一局は坂田が勝ったが、今度は嫌な予感がするとも語った。第二局は黒番の太平の攻めに坂田がしのぎで、鉱材の受け方を誤り、大平が一生を返して第続く第三局も連勝。第四局は千番太平の得意とするたすき項目で始まるが、右上隅で、 黒9の一見バサミからの定石選択が悪く、白の厚みが左上の締まりとこうして後継になった。右下の定石から右辺を広げたが、白34、36が鋭い手で、白48まで右辺で収まり、白が優勢となる。黒は非正を意識して、右下の白の攻めを狙う黒51を選択し、さらに61から絡み攻めも狙うが、 白66、68もしのぎの攻守で薄い形ながら黒からの切断はギリギリでうまくいかない。黒は一旦59から73とオーバーを打つが白74も鋭い打ち込み。白84四当てに継ぐのはひどい聞かされだがすぐに104に次いでこうにするのは上辺黒への攻めを鉱材にされて良くないため黒85と備え。 難しい項争いになった。項材作りの黒91に白は項取りから94とさらに項を大きくしていく。結局白96の項材に黒は効いていられず、右下との振り替わりとなった。形勢は白有利ながら差は縮まってきたが、左辺の戦いでの黒119がミスで白が先手を取って126に回って優勢拡大。 白128で一路上の133なら勝っていたが、黒133からの甲が必死の勝負手。白148でも甲を解消してしまえば、左辺白と上辺黒の振り替わりで白勝ち。黒153の切りの後、白164と誤ったのが敗着で、白 A、黒 B、白項取りから、黒 C、白 D の損項を打たせてから地。 164に打っていれば白勝ちだった。実戦はここで黒の厚い半目勝負となり、その後差が開いて264手まで黒三目範囲勝ち。双方後に引かない激戦を制して、大平は挑戦三度目の正直で初の大タイトル獲得となった。ありがとうございます。